さあ皆さん、お久しゅうございます。皆さん元気してましたか？ボンシュールは元気だったよ。はい、ということですね、ボンシュールは1ヶ月ほど YouTube をお休みさせてもらいまして、試験勉強をしていました。で、その試験がね、この前終わったんですけども、結果は来年の2月ですね。で、終わった瞬間にね、回答速報って言ってすぐさまね、出るんですよね、ネットの方にね。で、まあね、怖いから見ないでおこう。見る勇気はない。まあ、とりあえず来年また頑張ろう。落ちるんかーい。はい、それではですね、本日何をしたいかと言いますと、100均のマジックですね。2つ買ってきました。久々にデッソーの方に行ったんですけど、まあ、久しぶりにね、行くと、まあね、新しい商品が出ていましたよ、結構。で、100円だけじゃなしに、200円、300円、400円とかのマジックも売られていました。ただまあ、ちょっと怖いのでね、こちら100円のマジックを2つ買ってきたので、ちょっとご紹介していきましょう。まずこちら、見えない色を透視するというね、この箱の中に入れて、見えないはずなのに、何の色かっていうのが分かるということですね。これはなんか透視能力が身につくということでしょうかね。まあそんなことになってくると、いろんな人のこう下着の色が分かっちゃうから、ちょっと困っちゃうね。道歩いてる時に、あの人ピンク、この人は黒だみたいな、ね、なっちゃうからちょっと困るんですけど、そういう能力が身につくわけではないでしょうね。この箱の中にパンツを入れたら、そのパンツの色がわかるとか、まあそういうことなのかな。ちょっとよくわかんないですけど、やってみましょう。はい。ね、こういった箱でございますね。あ、これだけは確かに色がわからんね。ちょっと説明書を読んで、ちょっと勉強しますね。はい、ということですね。ボンシュールはこちらの説明書を読みましたので、完璧にマスターできております。でですね、こちらの方の何の変哲もない黒い箱。で、こちらの黒い箱の中には、こちら四角のね、カラフルなものが入っております。でね、一つね、色を決めてもらいます。これ実際は皆さんに入れてもらうのでね、自分で入れるんじゃないのでね。さあ、でですね、ここぐらいで大丈夫か？ここぐらいで。さあ、で、ここの中に、じゃあこれにしようか。それを入れます。まあ、この色ね、この色。で、これで蓋をします。で、これを蓋した時点で、ボンシュールはもはや何色かがわかりません。ただしです、こちらの箱をしっかりと振ってあげることによって、何が起きるかと言いますと、箱がですね、答えてくれるんです。僕は何色だよって、何色が入っているよっていうのを教えてくれます。はい、わかりました。ここに入っている色は赤色のはずです。それではオープンします。はい、来ました、赤というようなマジックでございます。まあ、種はね、非常にシンプルです。シンプルなんですが、こちらをバレないように行うのはちょっとテクニックがいるかなというところです。まあ練習すりゃね、すぐにできるような感じですけども、まあ、昔からある、まあ、簡単な、まあ、トリックかなというふうになります。まあただね、形も非常にコンパクトでよくできている商品じゃないかなと思います。まあ、気になった方は皆さん買ってみてください。ただし、これを手に入れて練習したからといって、人の下着の色が透けて見えるわけではないので、ご注意ください。さあ、それでですね、もう一つのマジックはこちらですね。コインがトランスポートということで、まあちょっともうもはや何が何だかよくわからないんですけども、ちょっと開けて実践してみましょう。おー、なんか結構いろんなものが入ってる。100円で、なんかこんな入ってんの？ 100 円でこんな入ってるってなんかおかしいけど。いや、なんか、しっかりしてるね。しっかりしてる感じよ、ちょっと。これも説明書を読んで皆さんに披露いたしましょう。さあ、どのようなマジックかご覧ください。で、こちらの方に黒いケースがございます。お客さんからお金を預かってください。まあ、100円でも何でも結構です。でですね、まあ、一つね、こちらサインとかをしておくと、割とこう驚かれますので、何か印をつけておくのをお勧めします。で、まずこちらの方のお金、こちらのお金をですね、こちら左の方に移し替えてあげてください。で、こちらをトントンとしてあげると、お金がトランスポート、移動していますね。で、こちらの方ね、実はケース30ほどになってますので、こちらをちょっと
開封していきます。まずね、1つ目、はい、こちらね、開封します。では2つ目、でこちら3つ目を開けると、中にはこのような感じの袋が入っていますね。さあ、それでですね、重みがありますね。先ほどサインをしたお金が出てきます。さあ皆さん、どうですか？結構衝撃的じゃないですか？はい、ということですね、ボンシュロが先ほどやったこちら、コインがトランスポートしちゃうというマジックですけども、非常によくできていました。自分でね、お金を用意しておくのではなく、お金をお預かりして、そこにサインしたものが中から出てくるんだから、それは衝撃的ですよね。でこんな商品が100円で売ってるのがさらに衝撃的。種もね、よくできています。まあ、やるにはね、ちょっとだけ練習は必要ですけれども、そのちょっとした練習でとんでもなく驚かれるマジックができるので、とてもおすすめです。ボンシュルが今まで買ってきた100均のマジックの中でもダントツで一番に近いぐらいよくできていますので、皆さんも気になった方は買ってみてください。絶対に驚かれること間違いないです。終わった瞬間にね、回答速報を出てすぐさまね、出るんですよ、ね、ネットの方に、ね、まあ、怖いから見ないで、ここ見る勇気はない。とりあえず来年また頑張ろう。落ちるんかい。